はい、どうもです。今回はですね、超コスパおすすめ選手の、前線ですね、3トップになります。まあ、この選手3枚使っておけばですね、本当に、まあ、現環境でも全然やれる3枚なんで、まあ、結構ね、今ライバルズとかやっててもお相手さんでも同じ3枚よく見るんで、まあ、知ってる方多いかなと思うんですけど、まあ、別の方の配信とか動画を見て使用ランキングを見たときに、まあ、誰も上位に入ってなかったということで、まあ、トップ3に入ってなかったということで、まあ、ちょっと紹介しようかなと思うんで、ぜひ最後まで見ていただけたらと思います。で、3枚はこの3枚になります。マジでズバ抜けてます。しようか。はい。で、まず1人目ですね。まあ、2万9000買いました。まあ、これ今は3万8000ぐらいかな。になってて、まあ、8試合都合5アシストってことで、能力もペース89、シュート82、パス86、ドリブル87、スタミナも92あると。で、プレースタイルも優秀で、高精度あって、セッターあって、大胆なパスあって、鋭いパス。で、瞬速、迅速の容赦なしありますと。まあ、ドリブルの使用感結構良くて、まあ、フィジカルは弱いんですけど、ドリブルの使用感が良くて、まあ、一瞬の隙があれば縦の突破力もあるってことで、まあ、これが3万台で使えるというのはめちゃくちゃコスパいいかなと思います。で、次ですね、サムカーになります。まあ、これが8万5000ぐらい取りましたと。で、8試合9号3アシストということで、まあ、ペース85、シュート88、ドリブル90、体幹83、で、高精度プラの、これも一瞬迅速瞬速ありますというふうになってます。で、フィジカル86あるんで、取られたかなとか思った時とか、まあ、ぶつかった時にもなかなか負けないっていうところと、まあ、ドリブルも、ある程度軽さがあるというか、ちょっと重たいなとは思う時あるんですけど、まあ、結構軽い側になるかなと思います。で、レース差も91あって、シュート部分も結構高いと。で、まあ、フィニッシャーで使っていれば、決定力も99と。まあ、ハンターでもいいのかなと正直思います。で、ペースが86、84もあって、十分ある。で、まあ、フィニッシャーで使ってても、縦へのストレーフの速さめちゃくちゃ速いので、まあ、超おすすめ選手になるなと思います。ちょっとサムカがですね、正直使用感ズバ抜けてるなと思いまして、まあ、精度でやってるんで、まあ、めちゃくちゃ活かしきれてるかって言われたらそうでも、まだ今のところ自分はないんですけど、まあ、高精度のこの決定力の良さっていうのはもうめちゃくちゃいいので、特に今、キーパーがそんなにね、序盤っていうことも強いわけではないので、それに上回るシュートが、やっぱり入りやすいなっていう印象はあるので、まあ、すごいおすすめ選手だなと思います。ドリブル良くて、シュート良くて、ペースも良くて、フィジカル負けない、スタミナもある程度あるということで、まあ、積極性はちょっと低いですけど、まあ、他特に文句ないかなって、これが10万以下で使えるのは、コスパ良すぎるなと思います。はい。で、最後ですね、ジェームスになります。これもペース89、シュート81、パス80、ドリブル87、で、フィジカル91となっていて、まあ、プレースタイルとしてはロブタツを持ってて、で、これも瞬速、迅速、で、トリッカー、プラスのファーストタッチ、枯れ網のこなしとなってます。はい。まあ、これも強いですよね。まあ、序盤、めちゃくちゃ見たと思うんですけど、まあ、最近だいぶ使用率としては減ってきたかなと思うんですけど、まあ、縦のストレーフの突破力、フィジカル高さによる理不尽さ、で、まあ、トリッカープラスなんで、シュートキャンセルですね。シュートキャンセル、ドリブルの通しさっていう部分と、本当にめちゃくちゃ強いなと思います。で、スキル5なんで、スキルも出せるっていうことで、まあ、本当にね、この縦の突破力、まあ、ドリブルの若干重さがあるんで、まあ、フィニッシャーとかエンジンとかでも正直いいのかなと思うんですけど、まあ、もしくは反対になってくるかなと思います。まあ正直この3枚がですね、とっても使用感いいです。まあ今このスカット自体は、もう、大会終わった後だったんで、コスパスカットにちょっと切り替えたっていう部分はあるんですけど、正直3枚は大会でも全然使えるようなレベルの強さだったんで、まあ、超おすすめかなと思います。まあ、後ろも今これ、SBC メインであったりとか、パーソナル当たった選手がメインなんですけど、まあ、トレカで言うと本当全然3枚とパトリになるんで、まあ、前3枚だけで15万あれば揃うっていう。まあ、今ちょっと値段上がってきてるんで、まあ多くても15から20万ぐらいで、めちゃくちゃ使用感のいい選手になっている感じになります。しかもですね、役割意識としても、ロールもプラスプラスのプラスプラスプラスになってるんで、まあ、その辺もすごいいいのかなと思います。なんか中盤とかはそこまで意識なくてもいいのかなと思うんですけど、まあ、前線はやっぱりあった方が、すごい使用感いいなって感じるんで、まあ、この辺もですね、ぜひ使ってみてはどうかなと思います。もうこの3枚は本当おすすめなんで、僕も、まあ、使って方多く見てたんですけど、実際、まあ、カーとジェームス使うこと、序盤は1回か2回ぐらいやったんですけど、まあ、その時すぐやめちゃって、その後、もう一回改めてやってみたんですけど、普通に DPI でも全然通じる強さではあるんで、ぜひ使ってみてほしいなと思います。
はい、ってことで以上になります。よければですねチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた。マスメ FC24 の転売情報ですね。今までまあずっと同じ動画の使い回しだったかなと思うんですけど、まあ最新の情報になるかなと思います。まあ自分としては今のところトレード収入としては4500万というふうになってます。まあ実質コインで言うと多分3000万ぐらいかな、多分だと思うんですけど、まあこれに関してはまあ利益というか、手数料が入ってないとかいろんな兼ね合いがあってちょっと差額が出てるんですけど、まあまあ今作もそれぐらいのコインは増えたかなと思います。まあ自分自身今作に関してめっちゃ、まあ大会も結構ほとんどっていうか全部参加してきてるんで、まあ1回の FCS 以外は全部参加したんじゃないかなと思うんですけど、まあその時の大会のスカッド組んだりとかでも結構損害としては大きかったので、まあそれ踏まえた上での、まあこの金額だったらまあ今作もできたかなとは思ってます。じゃあまあ自分としてはまあトレード収入とかは全然オープンにしてるので、まあ皆さんにも結構まあ X とかで載したりとかもしてますけど、まあ前作で言うとまあ5000何百万、前々作で言うと6000万っていう感じでした。で、まあ今作もまあ選手がねやっぱ高いので、まあそういった面で言っても、まあ、コインは結構必要かなと思います。まあ、大作も同じ感じで、ね、情報は出していこうかなと思うので、まあ、その加入についてはですね、よければ、概要欄の方に、詳細全部書いてますので、まあ、Twitch であったりとか、YouTube についての、方も載せてますので、よければそれを見ていただけたらと思います。で、まあ、どんな感じで出してるのってとこなんですけど、まあ、これはまあ転売成功案件になります。自分もまあ直近でたシャビとか、79,000買ったやつをまあ10万とか11万で売りましたよとか、まあ3万で買ったディフェンスもまあ3万8000とか4万とかで売ったよっていうやつになりますね。でまあ、ちょっとまあ最近で言ったらね、情報が少なくはなってきてるんですけど、まあこんな感じで誰々がおすすめだよっていう、まあ何歩ぐらい狙って何歩で売った方がいいよっていうのをまあこんな感じで載してるっていう感じですね。まああとはもうExcelとかでも、こういう感じで Excel とかでまとめたりしてて、まあこういった情報を出してるっていう感じになります。ちょっとまあ終盤になるにつれてね、まあ情報量としては、まあやっぱり移籍市場としてもちょっと動きにくかったりもするので、まあそういった面で言っても、ちょっとやりにくい状態ではあるんですけど、まあそれでも一応、増やしていってるっていう感じにはなります。まあ今作はやっぱり男女になったりとかで、まあ各レートの仕込みであっても結構こう上がりにくかったりもしたんで、ちょっと難しさっていうのは出たんですけど、まあそこもちょっと工夫しながらですね、対応はできたかなとは思ってるんで、まあ大作も、まあ多分またパターン変わってくるかなとは思うんですけど、まあちょっと今作とか前作、前々作の知識を使ってですね、皆さんにいい転売情報を出していけたらなと思っています。FC24 の転売情報ですね。で、まあプレイに関しても、一応対応とかしてて、まあ自分としてはまあランク1だったりとか、まあ FCS で言ったら、まあちょっとオフラインはいけてないですけど、オンラインにベスト16ですね、グループリーグ突破の決勝トーナメントベスト16は3回残ったりとか、っていうのが、まあ一応自分の中での実績ですね。まあアジア大会も出たりとかもありましたけど、まあそういった実績とかもあるので、まあそういった、カスタム戦術とかの共有であったりとか、おすすめ選手とか、エボリューションとかも含めてですね、まあこういった感じでね、やってるんですよね。一応まあ、こんな感じで。はい。まあ、このコーチング動画に関してはまた前にも一回出したと思うんですけど、まあ、コーチング しますよっていう感じのやつですね。まあ、こういった感じで募集かけて、またやっていこうかなと思ってるんですけど、まあ、おすすめ選手だったりとか、誰々強いよとかいうのをこういうのに出してるので、まあ、興味ある方は、ぜひ、概要欄見ていただいて入っていただけたらと思います。っていうことで、まあ、最後にですね、まあ、このチャンネルですね。よければチャンネル登録していただいて、まあ動画の方に関してはもう本当にレビューとかカスタム戦術とか、まあプレイのところとかですね、メインに出してるんで、まあ別の情報ですね。まあ、やっぱり、まあこれを特定にしてる関係上、まあこういった FC24 の転売情報とかは、YouTube のコメントとかでは、回答しづらいんですけど、まあライブ配信とかでは一応ね、もう限られた時にしかやってないので、回答してるっていう感じにはなってるんで、よければ、そういったところも見ていただけたらなと思います。で、まあチャンネル登録も、5000人目指してるってこともあるので、よければしていただけると嬉しいです。まあこういった感じで動画の方もまだ引き続き出していくので、皆さんよろしくお願いします。まあディスコに関しては、何度も言うように概要欄の方を見てください。それでは、また。